五山高等学校はソウル特別市立山区不幸道にある大韓民国の私立高等学校。1907年に平安北道帝州軍において設立された五山学校を期限に求めている。五山学校は植民地期において民族主義的な教育の拠点となり、生徒や教員として多くの著名人が関わったことでも知られている。 リノボルカオル1九百七年十二月にリノボルカオルが平安北道低州群カツラヤマ五山に設立した中東教育機関五山学校を起源とする。二十世紀初頭、日本の韓国への圧迫が強まる中で愛国啓蒙運動が展開された。実業家であったリノボルカオルは安ン・マらが組織した新民会の理念に共鳴し民族運動と 国民教育のための人材の育成を図るべく、五三学校を開設した。開設当初は、教師2名、生徒7名であり、科目は、修身、歴史、地理、英語、算術、大数、憲法、物理、天文学、生物、鉱物、消化、体操、訓練などであった。また、 キリスト教に敬したリノボルカオルは、1909年に教育理念をキリスト教と定め、中学部と小学部に分けた。創設者のリノボルカオルは、民族運動家として活動し、また、朝鮮総督府からの注目と警戒を招いた人物である。韓国併合後の1911年には、105人事件で逮捕されている。 1919年3月1日に宣言された独立宣言書に名を連ねた33人の民族代表の一人となった。3.1独立運動において、五三学校は低周一体の運動の拠点となった。リノボルカオルは投獄され、学校も廃校に処せられることになった。しかし、1920年9月、近畿大鳥らが資材を出して、再び開校する。 この頃の生徒数は204名、教師は24名であった。1926年11月、朝鮮教育令に基づく、私立高等普通学校、五三高等普通学校として認可され、5年生の正規学校となる。1929年、公衆学生事件においても400名の学生が運動に参加し、10名余りが検挙されている。1930年5月には、 がその遺言に死体を整理標本として学生たちのために使えと言い残したという。1930年代には、五山学校卒業生が教員として学校に戻り、民族教育を継承した。1934年に火災で本館が消失する。その再建のために、当時理事長であった近畿大鳥と中はじめの献身的な努力によって、 東亜日報をはじめとした各界の講演と協力を得て、本館、大講堂、科学館、体育館、水泳場などの近代式教育施設を建てることができた。第二次世界大戦中の1942年2月19日、五三学校の教師及び学生が逮捕、投獄された。解放後は、思想的対立によって、共産主義勢力から逃れようと南に移り、 1953年4月、富山市東大新道に五山高等学校として再建した。同じ年に、総留市元赤月寺に仮校舎を建て移転した。1956年4月、現在の場所に再び校舎を移転し、現在に至る。1983年2月から男女教学となった。生徒、学生教師校長、ありがとうございます。